ダメダメでしょ。意味開けるよ。リミほら置いてくよ。ほんと行かないと。リミ。買うんですっけ、うん、これあこれ昨日言ってたやつね。じゃあどれにする、なんかおもちゃの卵とか DS ソフト、うん、あれ青じゃなくていいの、緑でいいの、だって最初に取ったの。そっか、じゃあそれ買う、ひょうちゃんもなんかお土産買う、せっかくやったら、うん、ひょうちゃんスマホを入れてお風呂で楽しめるやつ、うん、でも防水なんだよね基本、うん、スマホって気持ちの問題、これに入れるのって、うん、だって防水だから別に入れてる手だと多分動かない、あーそういうことか、すごいバスボールもいっぱいあるね、りみちゃん、金のバスボール、え、うん、金のバスボール、小判、可愛いバスボールいっぱい、可愛いじゃんしーちゃん、ボディーウォッシュだって、え、かわいい、かわいい、うん、かわいい、入れ物かわいいね、うん、しおちゃんの大好きなやつ、うん、かわいい、うん、ね、うん、何いいと思う、悩んでないけど大丈夫、ママまだピチピチなので全然悩んでます、ピチピチとか言うあたりでピチピチじゃない辛口ですね、しおさん最近厳しいピチピチ、わかんない、ピチピチわかんないって、りみちゃんそのピチピチじゃないよ、失礼な、うんうん、どれ、これ忍者作るの、すごい、え、だって入れてたよ、カゴに、いい、ほら、カゴに入ってんの見て、忍者、うんうん、忍者作るの、ここ結構あ、そうだ、しーちゃんの誕生日の一昨年、懐かしい、めっちゃお金使った時、ね、この後に、なんだっけ、東
京タワーじゃない、スカイツリーか、スカイツリーも行って、やばかった請求が。その後に水族館も行ったでしょ。そう、水族館も行って、やばかった。だって1日目もさ、ディズニー着いた途端さ、お店行ってさ、着替えてさ、わあ着替えて、洋服をまず買って着替えて、帽子買って、とりあえずたくさんお金が出た年。ひーちゃんの誕生日懐かしい。わお嬉しそう。今日一位の笑顔なんじゃないのね、お嬢さん。ねえ、今日一番の笑顔じゃないですか。ねえ、本当に嬉しそうだね。楽しみにしてたんでしょ、これ借りるの。そうなの、1週間ずっと我慢して。何冊借りるの？6冊？また今日一番の借りちゃいました。次回はラブコメを買います。今日は何借りたの？今日は野良神の、結局野良神、うん、6冊。来週は、うん、最近キュンキュンしてないから恋愛中の、キュンキュンしてないの？撮影を頑張るということで11になりましたね、スマホが。はい、はい、まあなんかハガキが来ててね、今度紹介しましょう、スマホ新しくなったから。あ、パパ呼んでる。これも11対応って書いてある。これ可愛いね。こっち可愛いよね。キラキラも可愛くない？可愛いよね。でもそれも好きそうだよね。迷いました、やっぱし。さて、しほちゃんは何を買ったでしょうか。購入品紹介で紹介します、はい、お楽しみに。今は本当に飲んだよ。
ちゃん味噌だから。すごい。